パナソニックルミックス DMCGH1 ルミックス DMCGH1 は2009年4月24日にパナソニックから発売されたマイクロフォーサーズシステムのデジタル一眼カメラであるマイクロフォーサーズシステム第1号機である DMCG1 をベースにフルハイビジョン動画撮影を可能としたことを特徴とする二千八年十月三十日発売の DMCG1 から わずか約6ヶ月後に発売されたモデルで、基本性能は DMCG1 とほぼ変わらないが、ハイビジョン動画撮影が可能であることを最大の特徴としている。ハイビジョン動画の記録フォーマットは、AV 機器との親和性の高いアベッチドと、パソコンとの親和性の高いモーション JPEG とのに、方式に対応している。また、レンズ交換式デジタルカメラでは、世界で初めて、 動画撮影時のフルタイム AF を実現している。撮像素子は有効画素数は DMCG1 と同じであるものの DMCG1 の総画素数1306万画素に変えて新開発の総画素数1398万画素のリブモスセンサーを採用している。このセンサーはマルチアスペクトに対応するためにイメージサークルより一回り、 大きなサイズを使用しているという特徴があり、4、3、3、2、16、9のどのアスペクトでも同じ画角で撮影が可能である。ハイビジョン動画撮影機能が追加されたにもかかわらず、DMCG1 に比べ、サイズは高さが約 6mm 大きくなっただけで、重量は約 385g と変わっていない。カラーは、コンフォートレッド、コンフォートゴールド、 コンフォートブラックの3色が用意されている。ありがとうございます。